沖パクは、島根県大田市温泉津町の日本海に面した湾と、集落で、世界遺産岩見銀山の構成資産である。岩見銀山で産出した銀を銀山街道で、陸送した後、沖パクで船に積み込み搬出した。沖パクは周囲を山に囲まれた二股の谷状地形で、東西方向に、奥行き約150メートル、幅は平均40メートルの緩やかな傾斜地で、 湾は奥行き約440メートル、湾口幅約80メートル、水深4から5メートル。周辺の海岸線はリアス式海岸で多くが、北西向きに改削されているため冬季に季節風の影響を受けやすいが、沖パックは西向きで湾口に串島があり、波よけの役割を果たしたことで良好となった。隣接する湯の津温泉が、 港としても古くから知られており、岩見銀山を抑えた、毛利元成によって輸送路となる、湯の津沖パク道が整備されたことで、岩見銀の積み出し港となった。湾北川に位置する串島には、串山城跡、湾南岸の岬には埋まる城石があり、湾を管理していた。これらは、毛利元成から武行に任命された、内藤内蔵を進むが築いた海城である。後者の埋まる城は、 陸系島に立地し、柴田隆二氏の会場の立地による分類では、岬型になる。江戸時代の記録では、面積的には、沖泊の10倍ほど広い湯の津浦の船舶係流が50層で、あるのに対し、沖泊は70層とある。また、銀の積み出しのみならず北前船の寄港地でもあり、最盛期には400メートルにも連なる街並みで賑わい、その名残から土像が散見される。 発掘調査により、幕末頃に南岸の山裾を改作して、宅地を造成したことも明らかになっている。集落は、二股の谷筋に沿って、本筋と南側に、小谷があり、本筋は一番奥まった谷頭より流れ出る水路を挟む小道で区画され、南側の小谷が集落の入り口となり、銀山街道の湯の津沖泊道というの津へ抜ける道が分岐する。 家屋の多くは2階建てで道に面して、母屋を建て、母屋と土蔵が連結する構造が、道を挟んだ母屋の向かい側に土蔵を設ける作りに、大別されるが、平屋か木麗は見られない。現在は10個ほどが暮らしている。集落には田んぼが全くなく、海鮮十字社以外は、日当たりの良い北側丘陵斜面での畑作と、串島周辺での海苔や海藻取りを営み、 漁業を専門とする漁師はいなかったが、銀の搬出や海鮮がなくなった、明治以降、現在に至るまで漁港となった。世界遺産登録範囲面積は洋上を含む298,217.03平方メートル。2017年公開の日本映画、たたら侍のロケ地となった。沖パクの景色港花栗、岩生まる城石集落。ありがとうございます。